干净的街道，新颖的建筑，这里是宫城县东松岛市的 ROE 社区，当地政府新建给311灾民入住的复兴住宅。慈济志工受邀在这个社区举办祈福会。台湾から震災直後に慈济の祈願会の方々がたくさんのご支援金を届けてくれた。で、それは忘れることは絶対にないと思うんですね。除了社区会长的竭诚欢迎，住户也都提早来到现场。有些人甚至带了竹筒，还有家乡的米共享盛举。何年前か、小野武一さんからこの町を日本一番幸せな町にしたいとおっしゃったことが記憶に残っています。皆様の本日ね、皆様の笑顔を拝見し、その通りになったのではないかと。祈福会上，大藏经的天灾人祸让居民们忆起了当年海啸的情景，不少人悲从中来。不过，志工也送上轻松的吉他演奏与乡亲互动，让笑容重回他们脸庞。那晚呢，もうこんな幸せな世の中であったんだって、今はもう。あの世に行ってもいいくらいすごく幸せ、もうこれ以上の幸せって感じる。ここに住み終わったからもうそれで終わりってんじゃなくて、これからが本当の意味での心の復興の日本一を目指してるわけですから、そういったことにですね、皆さんがご支援を、形が変わったご支援をしていただくということが大事だと思います。硬体的建设加上慈济志工不间断的心灵滋润，311在东松岛市居民心中留下的梦魇会逐渐褪去，取而代之的将会是满意的爱。大爱新闻杨景惠、邓志明、朱嘉丽，日本报道。